それでは呼んでいただきましょうかね。まだ呼びませんよみんなでやっぱ一つになってせっかくだから皆さんのね、うん、大きな掛け声でぜひお招きしたいなと思ってね、うん、もうそこまではいるのよ。そこにはもうスタンバイしてんの私もちょいと写真は撮らせてもらったんだけどね、うん、言わなくていい。ずるいよな。でも皆さん今からじゃあ私はせーのと言いますが、ふなっしーと大きな声でお願いします。もし声が小さかった場合はヒゲ恋しが出てくる可能性ありますから。いやもう出てるわよほらそれどころじゃない。ほらみんなすいません構えておりますね。上がんない方ずっと押さえて待ってんだからほらそれじゃごめんなさい、お待たせしました。行きましょう。声だけ出しましょうね、うん、せーのでふなっしーよ。わかる。行きますね。行きますよ皆さん、一回きりでございますから、うん、行きますよ。呼んでみましょう。せーの、ふなっしいるんですよ。あ、そうだ。福島中央テレビのキャラクターも同じ黄色なんですけど、今日ちょっとジェラシーで沈んでたもんね。ふなっしーがいるから。あ、でもまたようこそお越しいただいたわけですから。こちらのうちの相方お母さんも一応福島のご当地キャラみたいなもんでね。そうそうそう。お越しいただいてるんです。奥様、こんにちは。こちらが中継でまーす。ゴールはなかったみたいですけども。素晴らしい。こういうコラボやっぱ楽しくなっちゃうもんね、一緒にいて。いやもうこの動きがもうなんか、うん、もう元気もらえちゃうじゃない。ワクワクするよね。ほら潰れた。ほら潰れた。これ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 ほら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 。ああもうほら鼻が取れ、あ疲れた。いやすごい、このパワーがやっぱ伝わるんだろう ね、 これね。でも私今回初めて、はいはい、伺いましたけれども、このお花にもねちょっと触っていい、ふなっしー。はい、どうぞ。ここほらここにいろいろね、ふなっしーだとか中テレくんのクリスマスツリーとかガクトくんとかね。本当だ。あとここにこのここにほらフェルトであったガクトくんとか、すごいすごいすごい。このご当地のねキャラクターだったり、そういうことをねファンの方が送ってくださるんだって。それをつけてこうやって上手、みんな本当上手ですね。そうね、綺麗だものね。ありがたいね。ありがたいわよ。さあというわけで、はいはいはい、実はですね今回ふなっしーへの質問をですね、はいはい、ご自身の視聴者の方からですね募集したんですよ。事前にお伺いしたらなんと、はい、300通もの質問があった。1問あたり2秒ぐらいで答えですね。全部行く気全部ブリよ全部。その中からうちのお母さんが一応抜粋したんでしょ。あーお母さんありがとう、嬉しい。その中から数個ね、せっかくだからね代表でいくつか質問をさせていただきたい。ふなっしーとお話をね、うん、させていただく機会ってそうないから。はいね、はい、まず行きましょう。じゃあお母さんお願いします。ニックネームもみなつさんからいただいた質問でございます。ふなっしーは、うん、今年は大好きな憧れのオジー・オズボーンと同じステージに立つという大きな夢を形にしました、うん、はい、ね、今まで夢だったでしょそれが。そう、本当にね、那須高生の頃からポスターを部屋中に貼りまくってた海外 の、 ビッグアーティスト。ビッグアーティストですよね。そう、でも、ライブに一緒に呼んでもらえるなんて思わなくて。呼んでもらったの今回。本当に
すごい、あのおじいと一緒に横で暴れてきたの？そうらしい、そうらしい。そしたら、おじいがホース持ってきて、ナシ汁ブシャーって逆にやられちゃったらしい。ナシ汁ブシャー、おじいにやられたの？おじいにやられたらしい。すごいよ。そしたらね、夢、大きな夢形にしましたけど、はいはいはい、大きな夢を形にしましたけど、このもみなつさんからね、次の夢や野望はありますかって、ずっと言ってた。おじいは叶ったからね、うん、次ありますかね、うん、円満退社。何？うずらしい、うずらしい、うずらしい。今すごい、今何つった？年末ジャンボ。年末ジャンボじゃないんですよ。何？円満退社って何？円満退社、それは A になるわ。円満退社はちょっとダメよね。だいたいそれをね、あの年末ジャンボで聞き間違えたお前の意味もおかしいわ、それも。でもね、ダメでしょ。うん、せっかく応援してくれてもらってるから、うん、みんなが喜ぶうちは頑張ろうかなって思ってるんだし、皆さんが応援いただくうちは頑張ると。ありがたいね。あ、まあこの方、これからも梨の実に気をつけて頑張ってくださいと、はい、ということでございましてね、はい、さあ、じゃあまあ今年もうそろそろ締めくくりではございますけれど、はい、ふなっしーの質問、はい、ニックネームリセさんから。リセさん、さあ、ふなっしーちゃん、はい、今年1年を漢字一文字で表すなら何ですか？はあ、何でしょうかな。漢字して、難しい質問来たね。漢字一文字。なし。なし。わかりやすい。数年なしだろうね、多分。なし。なし。うん。わかりました。わかりやすいわ。なしね。これもこの質問もらったら常に答えられるやつ見つけたね、今ね。見つけた、見つけた。じゃあ次。うん、はい。次もちょっと難しいかな。はいはい。ニックネーム、にゃーこさんから。はい、ありがとうございます。もうすぐクリスマスですね、と。ふなちゃんは何が欲しい？あ、クリスマスプレゼント？うん、クリスマスに。あー、ちょ、リアルに答えていいなし。リアルな、リアルなやつでいいなし。リアルなやつ、リアルなやつ、リアルなやつ。マッサージチェア。マッサージチェア。マッサージチェア、だいぶ疲れてらっしゃる。そりゃそうよ。そう、もうね、腰がバキバキの時。腰がバキバキで、あの動きって相当深くかかってるわよ。最近ね、ドラマのロケやってまして、はいはいはい、そこでアクションシーンとかやらされたなし。アクションシーンもやってんの？そう。もう夜中の11時、12時までやって、うん、帰ってきた次の日、筋肉痛になるかなと思ったら、うん、もう頭痛がしてたし。頭痛はやばいよ、もうやばいよ、それ全身疲れ来ちゃったでしょ。ふなし、このステージはゆっくり休んで帰りな。ねえ、ゆっくりと。そんな福島に来て、身を粉にしてね。ありがたいですよ。もうリアルに伺いましたね。マッサージチェアが欲しいと。マッサージチェア、これはサンタさんも持ってきてくれんじゃないかしらね。じゃあ続いていきましょう、はい、もうちょっと時間あるからね。もうちょっと時間があるということで、うん、ニックネームおかんから。あ、おかん、おかん、はい、おかん、年収はいくらですか？あ、すいません、おかんってお前だろそれ。今私です。あなたでしょ。すいませんね、初めてのお金に汚いのこの方。何がお金に汚いの？それ聞きたくてしょうがなかったですよ、ずっと。どうなのかなって。答えなくて大丈夫です、それは。じゃあ行きましょう。やめてください、皆さんの質問。いろいろね、皆さん、まあ、日々疲れてらっしゃると思いますが、ニックネーム、うん、ジョン・ハンニバル・スミスさんからいただきました。はい、ふなちゃん愛してるよーと。かわいい。さあ、ところで、うん、皆さんに元気を振る舞うくれるふなちゃんは、うん、自分がお疲れぐったり太郎な時、はい、どうやって元気回復ヒャッハーしてますかと。疲れる時もあると思うんですよ、ぐったり太郎な時、ね、普段はね、ふなっしーはみんなに元気与える方だけど、うどうしても疲れたぐったり太郎の時どうしてるか、ちょっと参考にさせていただきたい、うん、あのね、近所の、うん、あのスーパー銭湯行くなし。スーパー銭湯に、あの、梨の湯っていうのがあるなし。梨の湯がやっぱ一番いいのね。だいぶいいなし。スーパー銭湯、うん、90分、あ、60分4500円のマッサージを受ける。いや、リアルやな、数字が。大好きだし。結構ちょうどいいぐらいの値段だね。そう、高くもなく、すごい安いわけでもなく、そうそう、ちょうど具合がいいやつだ。最後に、うん、お蕎麦食べて、うん、ビール飲んで帰るんです。いや、最高。最高、最高、最高です。参考にしたいと思ったけど、世のお父さんの休み方と一緒だった。嬉しい、嬉しい。ごめんごめんごめん。さあ、じゃあもうそろそろ。そうですね、最後行こう、最後、最後一つ。まあ最後、まあちょっとこれ簡単、あのニックネーム、うぽぽさんから。お、明日から、はい、はい、無人島に行かなきゃいけない、うん、
そうなったら持っていきたいものベスト3をお答えください。ベスト3つ。無人島ね、何もないから。そう、ふなっしーさん何持っていく。まず、うん、発電機。発電機、なるほど。現実的、現実的。発電機大事ね。発電機、ほう。クーラー。クーラー、熱いの嫌なんだ。クーラー、熱さ弱そうやから。発電機とクーラー、うん、スマホ。スマホ、これさえればしのげるなしな。なんとか、正直、なんとかなりそうな気がしました。あの食べ物の取り方とかスマホで調べればいいんだし。そうだね、調べもできるし。変なキノコ見たってね、うん、それスマホで見て、あ、これは毒キノコかどうかも分かるしね。あと、もうツイッターとかフェイスブックもできるし、うん、そうね、もう活動の報告もできるし。でも電波届くってことだったら無人じゃねえよ、そこ多分。誰かおるはずやったよ。だったら助けを呼べという話ですから。 ありがとうございます。まあ、ね、他たくさんいただきましたけれども、うん、まあ、ということでね、いろんな応援されてる方いますから、ね、嬉しいですね。体に気をつけて、はい、これからも頑張っていただきたい。ありがとうございます。さあ、たくさんね、質問に答えていただいたんですけれどもですね、はいはい、今日はバンド仲間を連れてきてるっていうね、お話をね、聞いてるんですけど。そう、郡山で、うん、もう今一番一押しのバンドがあるんだし、うん、その名も、ほう、ガクトくんバンドだし。さあ、それでは獲得バンド、みんな来るなしです。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃい。こういう場合ね、いろいろ時間かかるので、皆さん拍手でつないでいただいたらありがたいです。ありがとうございます。獲得くんだけじゃなくて、オープちゃんも。そう、すごい、獲得くんバンド。やっほー。さあ、こちら、まあ、はい、登場していただきましたね。はい、ありがとうございます。いよいよコラボレーションです。さあ、というわけでございまして、改めて私の方からご紹介いたしますね。こちら、はい、地元郡山市のキャラクター、ガクトくん率いるガクトくんバンドの皆さんです。よいしょ。これがすごいのよ、本当に演奏しちゃうんだから。全国探してもなかなかいないですよね、こうフルバンド、スリーピースバンドでやるね。そう、しかもね、上手なの。そうなのよ、ね、こんなチューニングするご当地キャラいないでしょ、今ベースをベーってやる。さあ、それではですね、今回ボーカルの鈴木さんにですね、はい、改めてですね、メンバー紹介をお願いしたいと思います。はい、皆さんこんにちは、ガクトくんバンドです。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はボーカル、鈴木由美子担当させていただきます。メンバーの紹介をしていきたいと思います。はい、じゃあまずはこちらベースの方から、郡山市のイメージキャラクター、ガクトくんです。ガクトくん、ガクト君ね、あの日本テレビの、なんだっけ、騙された大賞で、はいはい、一緒に爆破ロケに参加した仲だし。あ、そう、あん時参加してたの。そうそう、ね、いたらしな、びっくりしたらしな。そうなの、危なかったでしょ、ガクト君も巻き込まれるとこあったらしでしょ。いや、フナッシーは運動神経がある程度あるから良さそうだけど、ガクト君巻き込まれ大丈夫やった。危なかったか。あ、結構動けんのね。よかったよかった。ベースがガクト君、そして鈴木さん。はい、じゃあ次はこちらのキーボード、ガクトくんの妹です、音符ちゃんです。音符ちゃんです。音符ちゃん、かわいらしいね。かわいらしいね。はい、そして次はドラムです、はい、こちら郡山市の環境キャラクター、スーパーカンタロウです。おー、カンタロウかっこいいな、スティックさばきがかっこいいわ。本格的だしな。本当すごいですよね、はい、さあ今回はね、曲を披露してくれるということで楽しみなんですけれども、さあ、もう皆さんこれ準備は OK なのかな。準備は大丈夫でしょうか。え、あの質問、はい、ギターの方は紹介しないですよね。そう、ちょっと鈴木さん、ちょっとごめんなさいごめんなさい、紹介してくれないと。あれ、元宮のご当地キャラでしたっけ。あの、ガクトくんバンドは一応、うん、あのガクトくんとスーパーカンタロウ、音符ちゃんの3人でやってるんですけど、サポートメンバー的な感じで、いろんなミュージシャンとか楽器できる方とコラボレーションできるように、はい、今日は私で、あとは今日はギターは、